今朝はこの松本地域マイナス 4.1 度ということで、今シーズン一番の冷え込みとなりました。北アルプス常念岳もくっきりと鮮やかに映し出されておりまして、これから奈良井川の川霧が上がっていくと少し曇ってくる、そんな朝を迎えております。社民党松本総支部代表の中川博司でございます。ちょうど今日から1ヶ月前に10月22日に投開票がされました衆議院選挙、ちょうど1ヶ月が経ったところでございます。私は市民と野党の統一候補として、多くの市民の皆さん、そして共産党の皆さんにもご支援をいただきながら4万1000票という票をいただきいたわけですけれども、しかし結果は勝つというところまでには至らなかったことでございまして、熱いご支援をいただいたことに改めて感謝を申し上げたいというふうに思います。この衆議院選挙は安倍総理大臣の、まさに安倍さんのための解散総選挙であったということは、1ヶ月経った今日振り返ってみても、ああそうだったんだなというふうに思うわけであります。昨年の参議院選挙でこの長野県選挙区が1人区となったゆえに、一対一の勝負に持ち込んで野党の統一候補として杉尾秀哉さんを勝利させた、その流れで全国でも自民党対全野党共闘ということを目指してさまざまな取り組みが行われてきたわけであります。その野党共闘ということがもし成立をしていたとすれば、政権交代さえも可能であったというのが今回の衆議院選挙の結果であったわけであります。長野県内の数字投票結果を考察しても、1区では1区、そして2区、3区においては野党の候補が勝利をし、4区、5区においても野党統一候補が成立をしていれば逆転をしていた結果でございました。そして比例復活当選も1区と3区ではさせなかったわけで、自民党の国会議員がこの長野県内から2人減るという内容でした。もし野党統一候補ということが成立をしていれば、この長野県内から一人も自民党の候補者を当選するということがなかったということであっただけに、安倍総理大臣にしてみれば野党共闘を何としても崩そうというのが大きな思いであったと思われます。ですから、誰が仕掛けたかということは今はよく分かりませんけれども、東京都知事の小池さんが緑の党を作り、そして民進党がそこに合流をするけれども護憲派の皆さんは排除をするといった流れになったことについて、内心しめしめというふうに思ったんだろうと思います。現在の小選挙区制度の下ではたった 33% の得票率であるにもかかわらず7割近い議席を確保してしまったわけでありまして、決して有権者の皆さん、国民の皆さんが安倍政権を信任した結果だとは言えないわけであります。し
かしこれまた選挙の結果でありますから、厳粛にそれは野党としても受け止めて、これから国民の皆さん、有権者の皆さんがこの選挙の中で安倍さん本当に大丈夫なのか、安倍さんではこの国大まずいんじゃないかといったさまざまな、私も選挙期間中聞いてきたその声が国会の中でしっかり審議が行われるよう求めてまいりたいというふうに思います。社民党の中川博司でございますが、今日は11月22日ちょうど衆議院解散総選挙から1ヶ月が経ったところでございます。公職選挙法の定めによりまして、1ヶ月間は文書等でのお礼の挨拶は禁じられております。改めて本日はこの衆議院選挙でのご支援いただいたことに御礼のご挨拶をさせていただきたいというふうに思います。さて、開会いたしましたこの特別国会、当初は主犯指名だけで所信表明演説も野党の代表質問もやらないなどということを言っておりましたけれども、それは安倍さんあまりにも丁寧な説明をする、あるいは厳粛に受け止め、こういった発言とは違うではないかという国民の批判に耐えられず応える形として、まあ、39日間の会見長となった、まあ、これは一つ当たり前のことですけれども当然のことだと思います。しかし野党の質問時間を5対5に遮るということが言われていることについては、これはあまりにも理不尽なやり方だと言わざるを得ません。中川博司でございますが、10月22日に投開票を行いました衆議院総選挙からちょうど1ヶ月が経ちました。御礼のご挨拶兼ねまして、これからの国政の課題などについて、また改めて私はそもそも次の県会議員選挙に向けて準備をしていた身でもございまして、戦いの棒を改めて県会議員選挙に向けての準備に戻して、街頭から国政の課題あるいは地方政治の課題などについて訴えを始めてまいりたいというふうに思います。社民党の中川博司でございます。国政の方では始まりました特別国会の中で、政府から野党の質問時間を国会の議員の数に比例した割合にすべきだというような言い方がされておりますけれども、しかし皆さん、実は8対2、与党が2、野党が8というのは、民主党政権下の時に自民党が申し入れをした割合なのであります。民主党政権の時に自民党の方が野党が野党の発言時間を保障すべきだと言って申し入れた結果が、野党が8、与党が2ということになっているんです。今の議員内閣制であるこの日本の政治の中で考えればごく自然な話ですけれども、与党政府含めた与党側の発言時間というのは、提案説明あるいは答弁に答える時間なども含めて、これはすべからく与党側の発言というふうに考えられるので、8対2にしたとしても、野党が8だとしても結果としては発言時間を考えれば5対5になるんだというのが8対2の基本的な考え方であります。毎回毎回国会の中で
議運議会国会の運営の中で5対5にするのか、今回のように、1対2にするのか、そんな議論ばかりをやっていて、実際の審議の時間が確保されないということを自民党の皆さんは狙っているんではないか、安倍さんに対する加計学園の問題をはじめとした追及から逃げるために野党の質問時間を減らそうとしているんだとしか思いようがありません。重ねて申し上げますけれども、民主党政権の時代に自民党の皆さんが野党の質問時間を確保しろという要求に基づいて野党の8、与党が2というふうにした、それを今回5対5にしろというふうに言ってきているのは、安倍さん自身が安倍さんにかかる疑惑に対する質問から逃げるためだというふうに言われてもしょうがない話だというふうに思います。加計学園問題の認可ということも設置委員会からされたことについても多くの疑問が残ったままです。岩盤規制にドリルで穴を開けると言ったけれども、やってきたことは安倍さんを崇拝する人や安倍さんのお友達に便宜供与あるいは利益供与をすることだったのではないかという疑惑は何一つ晴れていないわけであります。そして選挙期間中に自民党が安倍さんの公約として言ってきた幼児教育の無償化ということも一体この先どうなるのかよくわからない、そんなあやふやな公約であったということも言われているわけでありまして、一体どうなってるんだという有権者の批判に答えるべく野党の質問の時間をきちんと確保すべきだ、それが民主的な国会の運営だということを改めて申し上げておきたいというふうに思います。さて、私はこの衆議院選挙の期間中も格差と貧困の是正の問題についても訴えてまいりました。今働く人たちの 37%、 4割を超える、4割に近い2000万人を超える皆さんがパート、アルバイト、派遣契約、あるいは臨時嘱託といった非正規の働き方となっている。そしてそうした非正規労働者の7割が年収200万円に届かない現状があって、そして有権者の皆さんももしかしたらそこへそういう非正規の働き方に変わるかもしれない、あるいは自分たちの今親は正規労働者であるかもしれないけれども、4割が非正規労働ということになれば、自分たちの子供や孫が働く時になった時に正規の仕事がないということもあり得るという現状になっているわけであります。社民党の中川博司でございますが、衆議院選挙からちょうど1ヶ月が経ちまして、御礼のご挨拶、そして国政の課題、地方政治の課題などについてお話をさせていただいております。格差と貧困をなくすことこそ私は政治の課題だということを選挙期間中もお話をさせていただいてまいりました。年収200万円以下の人を少しでも少なくしていくためには、同じ職場で同じ仕事をしているならば同じ賃金労働条件にしていくということは、実はこれ裁判の判例の中でも少なくとも8割以上は確保しなさいという判例が出ています。もう15、16年前になるというふうに思いますけれども、この県内で、合併前の丸子町に今もありますけれども、丸子警報機のパートの皆さんの戦いがありました。同じ職場で同じ仕事をしているならば
同じ賃金を払うべきではないか。そしたらこの裁判の結果として少なくとも8割は払うべきだという裁判での判例が出て、先頃では郵便局で働いている皆さんの臨時の皆さん、非正規の郵便局で働いている皆さんについても8割以上の賃金を支払うべきだという最高裁の判例も出されたところであります。